どうもスイス人の妻、シラちゃんと夫婦でコンビを組んでます。コンビ名は？あ、わかった。ジン、いらっしゃいませ。それ、コンビ名じゃなくてコンビニでしょ。コンビ名は？あ、ファプネです。よろしくお願いします。はい、シラちゃんはスイスから来ています。ちょっと話を聞いてみたいと思います。日本にあってスイスにないもの、何かある？あ、わかったわかった。ズイン、いらっしゃいませ。おー、あ、コンビニね。そう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 、コンビニ大好き、うん、コンビニでバイトしたい。おー、コンビニ でもし働きたければ接客五大用語っていうのを覚えないといけない。え、何それ？接客五大用語っていうのは、いらっしゃいませ、かしこまりました、申し訳ございません、恐れ入ります、ありがとうございますのこと。コンビニでよく使う5つの言葉、今から教えるから続けて言ってみて。お願い、 OKOK。 まずは皆さんも知ってる、いらっしゃいませ。僕がお客さんやります。あ、わかったわかった。はい、ズイン、いらっしゃいました。自分が来ちゃダメでしょ、ここはいらっしゃいませでしょ。じゃあ次いくよ、okay。 かしこまりました、これ言ってみて。おかしくなりました。おかしくなっちゃダメでしょ、これはかしこまりましたでしょ。じゃあ次いくよ、ゆっくりよ。はい、申し訳ございません、これ言ってみて。おかしくなりました。かぶせてきたね。あ、間違って、申し訳ございません。そうそうそう、分かってるじゃん、それ分か、そう、申し訳ございません、今入れたね。じゃあ次は、はい、恐れ入ります、これ言ってみよう。うん、恐れてはいけない。ここで変な勇気出さないで、ここは恐れてよ。あ、なんかこんなことやってるうちに次最後の言葉になっちゃった。コンビニでね、最後、店員さんがあから始まる大切な言葉を言ってくれます。なんだと思う？愛してる。まあ今そう言ってくれて嬉しいけど、今ではこの場面では間違っています。コンビニに行くと最後店員さんが言ってくれる、もう決まった言葉があります。じゃあ最後なんで一緒に2人合わせて言ってみよう、はい、どうもありがとうございました。